はい、おはようございます。品川区担当の国場雄太でございます。昨日は品川区の大井町駅で政治活動をしたんですけれども、大井町駅はびっくりしました。今までいろいろとこうビラ配りした中で一番幅広い年齢層の人に受け取っていただきまして、割と他の駅だと高齢者の方が7割ぐらいなんですけれども、10代の方からあとはそのベビーカーを引いている奥さん、あとはそのベビーカーを一緒に引いているその旦那様であるとか、あとは20代の後半の女性の一人暮らしの方がご相談したりとか、もういろんな多くの人たちに受け取っていただきまして、大井町ってこんなに被害がたくさん出てるんだなっていうのに改めてびっくりしました。その大井町が品川駅の一番中央、品川区役所があるところなので、そこを中心に今後も活動していきたいと思ってます。7月の選挙までの間にもあと7、8回大井町行こうと思いますので、またツイッターで告知しますが、そちらの方ビラを配っているときにシールもらいに来てください。ということで品川区から NHK をぶっ壊す。